名古屋球場は愛知県名古屋市中川黒郷二丁目にある野球場。1996年までプロ野球球団中日ドラゴンズの本拠地球場で、1997年の名古屋ドーム完成後は中日ドラゴンズ2軍の本拠地球場及び練習場となっている。名古屋ドームと同じく名古屋はカタカナ表記であり漢字表記の名古屋球場ではない。これは 名古屋市場が末広がりで縁起が良いとされる、八を丸で囲ったようなデザインのため、画数が八角になる、名古屋で表記するようになったとされている。1948年、当時本拠地球場を持たず、試合の土に各地をジプシー状態で転々としていた、中日ドラゴンズの運営会社、株式会社中部日本野球クラブが増資されるのを機に、 空襲によって消失した軍需工場跡地へ球場を建設することが決まる。昼夜健康の特管工事で着工から2ヶ月足らずの12月2日、収容人数2万3000人総木造スタンドの中日スタジアムが完成。略称は中日球場。今年は同日開催されたプロ野球オールスター東西対抗戦であった。翌1949年により、 ドラゴンズが当時日本野球連盟で暫定導入していたフランチャイズ制度上の本拠地球場として使用される。球場経営は当初同年8月13日に設立された株式会社中日スタジアムが行っていたが1950年5月25日に大リーグに習い球団と一体化して名古屋野球株式会社となった。しかし球団と球場の一体経営は 効果が出ず、1951年1月25日に、球団経営を分離して再度、株式会社中日スタジアムへ解消した。設計にあたっては、当時のクリーブランドインディアンスの本拠地であった、ミュニシパルスタジアムを参考にしたという。第1号本塁打は1948年12月2日に行われた、東西対抗戦で、 阪神の藤村文夫が左翼へ打ち込んだものであった。客席は、スタンドというよりは、見せ物の櫓や足場に近い白物で、木造のため観客が足を踏み鳴らすとガタガタと大きな音がした。さらに観客が、弁当の空き箱などに加え、タバコの吸い殻を捨てたことによるぼやが、たびたび発生した。このためスタンドの各所には、消火用のバケツとほうきが用意されていたほどで、 球場側も火災の発生には神経質になっていたことが伺い知れる。全焼火災、中日スタジアムの火災ところが1951年8月19日の午後4時、前、名古屋ドラゴンズ対読売ジャイアンツ19回戦の3回、裏名古屋攻撃中に、ネット裏スタンド、内野指定席上段から火災が発生した。火は檻からの強風にも煽られ、 芝叩く間に燃え広がり、午後5時40分の鎮火までに球場がほぼ全焼したほか、正面スタンド入口脇の球場事務所、熊谷組の事務所、駐輪場、周辺の民家4個、工場3棟も全焼してしまった。満員の観客、両軍の選手、関係者から内野席を中心に死者4名、治療を受けた重軽傷者318名、 治療を受けずに帰宅した負傷者多数を出す、第三次となった。この日の名古屋先発で、戦時中に空襲を経験していた、杉下茂は、火の手を見た瞬間、ああ、100年目、俺ももうダメだと思ったという。出火の原因は、床板の隙間から下に落ちたタバコの吸い殻が床下に溜まっていた紙くずに引火したためとみられる。この火災のために、中日球場が、 使用不能となったことにより、8月19日以後の球団主催公式戦の日程は、鳴海球場を中心に、狩谷、浜松、四日市、松阪、滋賀県の彦根、神奈川県の茅ヶ崎の各球場にそれぞれ振り替えられて開催された。前哨からの再建火災の3ヶ月後となる11月15日に、実質新築となる再建工事を着工。 翌1952年4月5日にネット裏に2階跡を備えた鉄筋コンクリート作りの新スタンドが完成。収容人数は3万人となった。また、この年より日本プロフェッショナル野球協約の条文としてプロ野球地域保護権が導入され、正式に協約上の本拠地球上となった。再建後最初となる名古屋戦の相手は火災時と同じ巨人であった。 中日の他に、近鉄が、準本拠地として主催ゲームを開催、毎日も1953年に3試合公式戦を開催している。1953年6月20日、日本では、後楽園、大阪、西宮に次いで4番目となる照明設備が完成し、同年6月25日の名古屋対広島戦で、初ナイターが開催された。 なお照明設備は1963年にはカクテル構線化されている。1955年はスタンド増築により収容人数が3万5千人へ増加。このほか、1962年から試合のない日にはゴルフ練習場としても利用されるようになった。また1965年には株式会社、中日スタジアムが 球場経営の他に多角化経営の一環として、ホテル等の土地、建物の運営も手掛けるようになり、岐阜県吉木郡上宝村に中日ロッジをオープンさせた。1973年4月には、レフトスタンド上段にコカ・コーラのネオン広告を組み込んだ電光掲示板が完成、試合中には打者の打率等を表示した。 国土画像情報国土交通省1977年度撮影この当時ナイアファウルグラウンドにも天然芝が敷かれているのがわかる1973年5月運営会社である株式会社中日スタジアムが中日スタジアム事件により倒産。球場閉鎖も取り沙汰されたが以後の試合開催は中日ドラゴンズが肩代わりすることでこの危機を乗り切る。 しかしドラゴンズだけでは、球場設備の管理が行き届かなくなったため1975年10月1日、ドラゴンズの親会社である、中日新聞社をはじめ、中部日本放送、東海銀行、中部電力、東方ガス、名古屋鉄道、松坂屋、トヨタ自動車など、地元大手企業の出資によって、同球場の新しい受け皿会社として、株式会社名古屋球場が設立され、 同時に球場名も県名称に解消された。この解消時に一部回収が行われ、スコアボード下部中央にトライビジョンが設置され、また、アンダー数、失策数がセブンセグメントディスプレイによる電光掲示となった。1977年には、ライトスタンド後方には、風向、風速を表示するファイティングタワーと名付けられたネオンサインが設置された。これは、 トヨタ自動車のネオンサイン広告入りだったが、観客の感性によって点灯する部分が上下に変化するものであった。1980年には、レフトスタンド広法にスピードガンで測定された、ピッチャーの球速を表示する、スピード表示電光掲示板が設置された。またテレビ中継が、バックスクリーン視点になったのに対応して、バッターボックス広法のフェンスに、パロマの広告が付けられた。 1981年には一類側、三類側のベンチ広告の上部が、両日に変更された。この頃、電子オルガンも設置され、ゲーム中に演奏されていたが、1986年頃に、使用中止。1987年には大規模な改造により、8機、あった、照明灯が6機に集約され、内野スタンドも大幅に増築され、内野スタンド入り口は、 デッキ式となり二層化された。翌1988年にはフェンスの色がそれまでの緑色からドラゴンズカラーの青色に広告の文字も黄色から造形色に改められた。また電光掲示板もドットの細かいものに更新されている。同年に中日がリーグ優勝を決めた際に一部ファンがグラウンドへ乱入したこともあり、翌1989年に 外野フェンス直後に昇降式のネットが取り付けられた。1980年代には夏の高校野球愛知県予選の会場として使用され、工藤君康など後にプロになった選手も高校時代にこの球場でプレーしたこともあったが、厚田神宮公園野球場の改修後は行われなくなった。スタンドが老朽化したことや、名古屋ドームが1997年2月に、 完成したことから、一軍公式戦での使用は1996年10月6日の中日対巨人最終戦で一旦終了した。中日の一軍では、本拠地を名古屋ドームへ移転してからも、非公開や無料公開の練習試合で投球場を数回使用。2019年3月7日には、横浜 DNA ベイスターズとのオープン戦を開催した。 名古屋ウィメンズマラソンのゴール地点をドーム内、スタート地点をドーム前の道路上へ設けることに伴う措置で、中日が有料で主催する一軍の試合としては23年振りの仕様であった。中日球団では、全席自由席ながら、およそ3500枚の入場券を用意したが、同年2月上旬からの前売りで完売。応援については、両チーム応援団の活動を認めながらも、 近隣住民への配慮から、鳴り物の使用を禁止した。入場者数は3504人で、試合は5から0というスコアで、DNA が勝利。中日選手の場合、ビジター選手の場合1、軍本拠地時代の晩年、本類打が出た場合には、ホーム、ビジターに関係なく祝福する音楽が流れ、ドラゴンズの選手の場合は、球団マスコットのぬいぐるみ、ビジターチームの選手の場合は、 花束が渡されていた。中日に軍本拠地、練習場会以降グランド室内練習場選手寮、小竜館1997年から一軍は名古屋ドームに本拠を移し、名古屋球場は二軍の公式戦と練習用に使用されることとなる。また、1月1日付で株式会社名古屋球場も株式会社名古屋ドームへ解消され、3月12日に、 会場する名古屋ドームと名古屋球場の両スタジアムを管理、運営する企業に移行した。オフィスも名古屋ドームと名古屋球場の双方に設置された。一軍撤退後、段階的に解体や回収を重ねていった。なお、ウエスタンリーグ公式戦やファーム交流戦の観戦は有料だが、中日紅白戦や周期練習、社会人野球との交流戦などでは無料となるケースもある。 1998年の改修1998年の5月23日から6月1日にかけて外野側4機の照明塔が撤去され、オフには名古屋ドームのグラウンド規格に合わせて外野スタンド前列を削り、グラウンドを拡張し、フィールド面積や外野フェンス高さを名古屋ドームと同一とし、名古屋ドームがイベントへの貸し出し等で使用できない場合でも、 実践感覚で練習できるように配慮した。また、名古屋ドームの芝部分は人工芝だが、名古屋球場は選手の肉体面の負担も考慮し、引き続き外野は天然芝、内野は土のままとなった。2000年から2001年の改修球場神社2000年オフには、レフト外野席が完全に解体され、スタンドアート地は、 中日新聞社参加の折り込み広告を扱う中日総合サービスの名古屋球場営業所が建てられた。2001年オフには内野二階席と三塁側内野席構想部及び内野照明塔が取り壊され三塁側内野スタンドア地には選手寮と室内練習場が建てられた。同市西区にあった選手寮、小流館と室内練習場は 球場への移動が不便で、選手から不満の声が上がっていたが、名古屋球場に練習設備が集約されたことで、朝から晩まで練習に取り組めるようになった。また、バックネット裏内野スタンド後方には、名古屋球場神社が設けられている。ネット裏の2階席部分、三塁側上段部分と、ナイター設備が撤去され、収容人員は大幅に減少した。スタンドが小さくなったため、 球場外周の一部には防球ネットが設置されている。スコアボードは1992年の球場回収時に設置されたものを回収し、スピードガン表示はレフトスタンド後方からボード右端に組み込まれた。なお、一軍本拠地時代の収容人員は交渉3万5千人だったが、この回収により約9千人にまで減少した。2006年オフから周期キャンプを それまでの沖縄に変えて実施している。2007年7月からは全席禁煙となった。2009年春には文化庁から登録有形文化財への登録を打診されたが自由な改修や改築が不可能になることもあってこれを誇示した。2009年から2012年の改修スコアボード、改修前、スコアボードとバックスクリーン。 改修後2009年9月20日から2010年4月下旬までを予定として総工費8億円をかけて耐震補強を目的に内野スタンドの改修工事を行うこととなり一塁側内野スタンド上段部及びライト側外野スタンドは撤去されたこれに伴い収容人数が約9000人から5000人に減り室内練習場合宿所が隣接している三塁側が ホームチーム一塁側がビジターチームのベンチに変更された。新スタンドでは新たに車椅子での観戦エリアが8席分確保され、車椅子対応の多目的トイレやベビールームも設置された。また、内野スタンド外壁は1948年建設当時の石垣を再使用している。改修後の正面入り口改修以前は、 正面入り口から入ると、正面に階段があり、そのまま客席に向かうようになっていたが、改修で正面に事務所室入り口を設け、客席には側面に設けられたそれぞれ2カ所の階段で、登ってゆく。売店も、階段手前から階段上がった、客席側の通路に移転した。なおこの改修完了までの間、2010年春季。 教育リーグとウエスタンリーグ開幕から約1ヶ月前後の試合は名古屋球場が使用できないため主催試合は一軍本拠地の名古屋ドームをはじめ釜凍り、カス岡崎、四日市、長良川各球場で行われ5月11日の対ソフトバンク戦から同年シーズンの使用を開始した2010年9月はファウルグラウンドを全面人工芝化。 2011年はボールカウントをサボー方式から国際標準のビソ方式に変更した。2012年3月にはスコアボードを全面改良。フェンス部の広告は2軍本拠地となった以降は消滅していたが2014年頃より順次復活している。パシフィックリーグ公式戦以降も名古屋ドーム完成まで多数。 開催パシフィックリーグ公式戦1リーグ、時代公式戦1リーグ時代公式戦セントラル、リーグ公式戦セントラルリーグ公式戦セントラル、リーグ公式戦1リーグ時代公式戦セントラル、リーグ公式戦セントラルリーグ公式戦セントラル、リーグ公式戦セントラルリーグ公式戦2012年本来は野球場だが、先日のゴルフ練習場のほか、コンサート会場、後日のボクシング会場や、 サッカー場など異なる用途に使用される場合がある。コンサート利用の不許可1985年頃からしばらくの間近隣住民の騒音問題を理由にコンサートの利用の許可をしなかった時期がある。このことを問題にした記事が音楽雑誌に掲載されたこともあった。原因としては1983年頃に行われたロックイベントで オートバイに乗った集団の騒音がうるさかったため、近隣住民から多数の苦情が出たため、とされる。もともとプロ野球が開催された時も騒音に対する苦情はあったが、中日ドラゴンズの本拠地であるため、さすがに野球に使用許可を出さないわけにいかず、球場側と名古屋市はコンサートへの使用には許可を出さなかった。1985年に中京競馬場で行われた。 サザンオールスターズや大阪球場で行われた小崎豊のライブは当初名古屋球場で行いたく申請をしたが、両名とも使用の許可が下りず、会場の変更を余儀なくされている。雑誌等の呼びかけにより、コンサート開催のために約9万人の署名が集まった。署名は1986年7月15日に球場側に手渡されたが、 当日参加する予定だった責任者は、現れず、出席した事情を把握していない、代理人に手渡すこととなってしまった。名古屋球場が使用できなかった時期は、スタジアムコンサートは、小牧市総合運動場野球場が利用されていた。本球場で、ノーヒットのオーランを達成した投手は5人いるが、大脇テルを、金田翔一、中山義郎、近藤新一というセリーグの4投手は、 全員が、所在地の愛知県出身である。また、国鉄の二人はいずれも、対中日戦のダブルヘッダー第二試合で達成。中日の二人はいずれも、サワン投手で8月の対巨人戦で達成と、共通するところが多い。なお、パリーグの投手では、近鉄の山下昇が、対高橋戦で達成している。高橋にとっては、唯一の無安打無得点試合である。 中日スタジアムとして完成した当初、西宮球場において、フィールド内での組み立てバンクによる、競輪開催が成功を収めたことから、西宮球場と同じくフィールド内に、組み立てバンクを設置して、競輪開催をする構想があった。だが、最終的には、名古屋市財政局からの強い要望によりこの構想は、なくなり、競輪場としては新たに、名古屋競輪場が建設された。 本球場では、ジェット風船の使用が可能である。一方、名古屋ドームでは、その使用が通常き禁止となっており、中日が本拠地をそちらに移した後、中日ファンは、ビジターや地方球場のみ、それを使用している。なぜ名古屋東海ラジオ2019年5月9日閲覧。ABCDEFGHI。 球場物語 P28 この日は変則ダブルヘッダーとして組まれており、第1試合では国鉄スワローズ対広島カープ12回戦が行われた。三角柱型ボードをずらっと並べ60度ずつ回転させることで3面に描かれた広告などを表示する方式のサイン機構。名古屋球場では、打球場の経過、両チームのベンチ入り控え選手の背番号。 中日新聞社の広告の3面で構成されていた。名古屋球場、1日限定で、本拠地復活 3.7DNA とオープン戦、中日スポーツ2018年12月12日付記事より、奇跡23年ぶり名古屋球場開催に、勝ち負け二の次から、日刊スポーツ2019年3月7日付記事より、前売り券は大人800円、子供100円、 当日券は大人1000円、子供300円。公式ファンクラブ会員は、シニア会員が500円、ジュニア会員は無料。公式サイトより、月刊ドラゴンズ1998年7月号、P40 から41掲載記事、名古屋球場の照明灯4期撤去1軍の本拠地時代は、 両翼91.4メートル、中堅118.9メートル、外野フェンス高2.13メートルだったが、上記の改修により、名古屋ドームと同じそれぞれ100メートル、122メートル、4.8メートルへ拡張された。2010年4月までの改修工事の概要、工事を手掛けた鹿島建設のホームページより、 名古屋球場が秋から回収中日新聞2009年8月11日付長官より。丸8点と紹介9.13名古屋球場、再改装です。萌えドラ、スタジア無公式ブログ2010年9月14日付、中日スポーツ、ドラバン記者から2010年9月14日、配信、9月17日閲覧参考リンク、エコロミックスの紹介ページ、 中京スポーツ施設ホームページより、試行実績として、名古屋球場の内野、ウォーニングゾーンも紹介。参考、参考、サッカージャーナリスト、牛木曽吉郎が、サッカーマガジン1969年3月号に発表したコラム、天皇杯を、みんなの手に。より、ブラジル出身で、日本のヤンマーディーゼルサッカー部へ入団したばかりの、選手カルロス・エステベスが日本に来て、 最初に見たサッカーの試合が当時の中日球場で行われた名古屋総合銀行対ヤンバー戦であったことが綴られている。参考2010年10月3日開催のイベント駅地下ウォーキング2010オータムぶらり商店街散策と市場祭りにおいて内野スタンドをウォーキングコースの一部として無料開放した。参考リンクウォーキング国地名古屋市交通局からの プレスリリース2010年9月30日付、私たちの街でコンサートを。ボリューム1、月間パチパチ1986年5月号、第2巻第5号、CBS ソニー出版、1986年5月9日、169ページ。私たちの街でコンサートを。月間パチパチ1986年7月号、第2巻第8号。 CBS ソニー出版、1986年7月9日、169ページ。AB、私たちの街でコンサートを。月刊パチパチ1986年8月号。第2巻第9号。CBS ソニー出版、1986年8月9日、160ページ。私たちの街でコンサートを。 月刊パチパチ1986年9月号第2巻第11号 CBS ソニー出版1986年9月9日170ページ新聞などの報道に見る被災地の復興と野球の関連8月24日1972年巨人ベンチの上に爆弾7時45分に爆発するスポーツ日本。 2012年5月18日へ閲覧。当初予定されていた会場は、HMV 名古屋生活倉庫店だったが、大阪、福岡、札幌での動員を見て、大会場に急遽変更された。朝やん編、モーニング娘。5プラス3から1、宝島文庫、1999年。2012年8月8日のイベントで、初解禁となっている。 以後もジェット風船解禁試合が設けられている中日スタジアムに関するカテゴリーありがとうございます。